年の瀬の風物詩といえば、抽選会場こちらです。商店街の歳末ガラポン抽選会、おめでとうございます。大当たりが出ました。頑張って頑張ってください。頑張って頑張ってください。この商店街の一等は今時珍しい現金つかみ取り。外ればっかり。2022年ももうすぐ終わり、ガラポンを回す人たちのドラマを取材しました。大阪市旭区にある千林商店街。大阪メトロ千林大宮駅と京阪電車千林駅の間、東西660メートルにおよそ220の店が並びます。この商店街に来るお客さんたちが毎年楽しみにしているイベントが、歳末恒例ガラポン抽選会。ガラポンを回すためには500円の買い物で抽選補助券1枚、これを4枚集めると1回挑戦できます。つまり2000円の買い物でガラポン1回というわけです。最後1回で、あと1回お願い。こちらの家族、願い叶わず4等賞、現金1万円が当たるかもしれない宝くじ券です。千林商店街のガラポン抽選会は商品がユニーク。3等はお菓子のすくい取り、2等はこの商店街のみで使える商品券のつかみ取り、そして1等はなんと現金つかみ取り。ガラポンで銀の玉が出ればアクリルケースの中で舞う千円札を10秒間つかみ取りできるんです。たくさんの抽選補助券を持ってきた男性、1、2、3、4、5、6、7、ガラポンは12回も回せます。現金つかみ取り頑張って当ててください。12回もできれば一等が取れるかも。絶対運ないもん。11回は4等の宝くじ、1個だけ3等のお菓子すくい取りでした。残念。たくさん回してもなかなか当たらないと思っていると、こちらの男性、なんとガラポン1回だけで1等賞を当てました。旭区にお住まいの加藤さん、1等の現金つかみ取りに挑戦します。係の人に言われるがままアクリルケースに手を入れると、よーい、スタート、頑張ってください。お札をつかむのがかなり上手。はい、終わりです。はい、出してください。めちゃめちゃ取れましたね。6000円です。おめでとうございます。お待ちください。何に使いましょう。クリスマスケーキでも買いましょうか。いい年の瀬になりましたね。一方こちらの女性、何が当たりました？1等2回、昨日も当たったの。1等、なんと2日続けて1等を当てたという強運の持ち主。
3000円、あれね、コツあるわ、絶対に。あ、そう。昨日は現金つかみ取りで3000円しか取れなかったそう。今日こそはと鼻息が荒いです。つかみ取りスタート。さあ10秒間です、頑張ってくださいね。ほらな、下の方とかもいっぱい。あ、もうちょっと。お、そこ掴んで、ほい、1枚これ掴んで、あー、あともう1枚。今日は1000円、まだ1000円渡させてもらいます。あれがよく出したらあかんない。残念、1000円だけでした。なんででしょう ね、 ね、もう今年の運全部使い果たしたもん。そう言いたくなる気持ち、わかります。こちらは2等商品券のつかみ取りを当てたご家族。アクリルボックスの中には10円、50円、100円の商品券が2000円分入っています。挑戦するのは長女、高校2年生のメイさん、母かほりさんと次女の小学5年生キコさんが応援です。スタートです。止めて、ここに止まってますよ、今結構。いいですよ、ぐちゃぐちゃになってもいいんで、いっぱい取ってください。はい、ストップです。じゃあ取り出していただいて、このカゴに入れてください。取れた商品券は640円。やったー、なんか美味しいもの買おうかなと思う。ちょっと美味しいたい焼きとか食べたい。せめてなんかさ、お肉とかさ。お肉大好きです。お肉も食べたい。今年はどんな年でしたか？今年は、多分人生で一番楽しい年です。修学旅行とただの日常の休み時間がめちゃめちゃ楽しかった。学校生活が普通に戻って友達と一緒にいられることが嬉しかったそうです。修学旅行はどこに行った？深い。一番印象に残ってるところは、海鮮丼ですかね。来年はどんな年にしてますか？もう現状維持かな。このまま楽しく過ごしたいね。はい、大きな怪我もなく、はい、ですね。はい、ただ物価が高くなってるのが辛い。どうぞ。こちらの男性も2等の商品券つかみ取りをゲット。はい、ではストップです。770円分なので繰り上げで800円分になります。ババさんご家族、正隆さんとのりこさんは3年前に結婚されたそうです。いや、ちょっと僕実は学生なんですよ。34なんですけど、はい、今医療系の勉強をちょっとしてて、はい、それはなんで？病院で働きたくて。臨床工学技士の資格を取るため勤めていた会社を辞め、今年から学生になったそうです。コロナが始まって、その元々勤めてた会社が不安定になって、で、お給料もだいぶ少なくなって、で、そういう状況が続いてたんで、それで安定を求めて、一年発起じゃないですけど、はい、大黒柱は今こっちなんで。ガンガン働いてます。医療系の仕事をしている妻、のりこさんが、今は家計を支えているそうです。夫婦二人三脚で頑張ってください。はい、こんにちは。こちらの女性は高いですね。どうぞ。ありがとうございます。お菓子のすくい取り当たってます。いきなり3等が当たりました。マッサージに行ったら券いただいたから1回だけ。3等お菓子のすくい取りを当てたのは下風さん72歳。ご家族はと聞いてみると、
もう主人は亡くなって、息子2人と、もう40住んでます。あ、で一緒に住んだの。はい、お嫁さんおらんから、あんまりにも世話焼きすぎたからかんねん。まだ結婚していない息子さんのことが心配なんだそう。今年はどんな一年でしたか。ああ、私は楽しかった。コンサート。何のコンサート。追っかけしとったから。何見に、演歌歌手、辰巳ゆうとくん。大阪藤井寺市出身の演歌歌手、辰巳ゆうとさんにぞっこんなんです。歌舞伎座で一番前2回当たりましたよ。で来年は2月は名古屋。コンサートが元気の源だという下風さん、来年も元気にいられるように追っかけを続けます。こちらの男性、なんと5回の抽選で2等が1つ、3等を2つ当てたそうです。このお菓子どうするんですか。おすごい。クリスマスやから、はい、近所の子供さんにね。福田さんご夫婦、2人のお嬢さんがいましたが、どちらも結婚されて今は夫婦2人で暮らしています。いろいろありました。今年はね、やっぱり、まあ、家内が病気が5つ目あったんで、胃が、膵臓が、大腸が、肝臓が、肺が、でもこんなお元気なの。そう、元気なんですよ。いやだからありがたいなと思って。笑顔が素敵なお二人、人生も運がいいんですよと言って帰っていきました。2階、あ、シロだ。歳末ガラポン抽選会にやってきた人々にはそれぞれのドラマがありました。いろいろあった2022年、来年は健やかでいい年になりますように。